こんにちは、アクアショップわさび水草チャンネルご覧いただきありがとうございます。今回は水槽の油膜を消す方法3、油膜が出ない環境を作ろうについて解説したいと思います。で、今回の油膜シリーズなんですけども、まあ第3回目のね、まあ動画ということで、過去の1回目、2回目で、まあ油膜の正体は一体何なのかっていったところと、まあ油膜が出る原因、そして油膜が出た場合どうやってそれを除去すればいいかっていったところまで解説したんですけども、まあ今回のね、3番目の動画は、まあ油膜が出たから消しましょうというのではなくて、そもそも油膜が出ない環境づくりをするにはどうすればいいかっていったところについて解説したいと思います。で、今回の内容なんですけども、まだね、1番と2番を見ていただいてない方は、まあ、下のね、動画の下にリンク貼っておきますので、そちらの方を先にね、1番と2番動画チェックいただいてから、今回の動画見ていただいた方が非常に内容がね、わかりやすくなりますので、ちょっとお手数なんですけども、ぜひ、よろしくお願いします。で、まあ、今回のね、まず、最初の内容でなんですけども、まあ、ちょっとね、一番の動画と内容を被るところがあって、まあ、油膜がね、まあ、なぜ出るのかっていったところなんですけども、まあ、水槽内に、まあ、大きなね、環境変化がこう、起こった時に、一気にバクテリアがこう、数をぐっと減らしちゃって、それがバクテリアの死骸となって、水面に現れて、それが油膜として、目視できる状態になると。なので、まあ、大きなね、その環境変化を起こさないように、水槽を保つ。まあ、これが大切。ってことをね、お話ししたんですけども、ではね、その環境といったものはね、水槽環境といったものは一体何かというと、まあ3つありますね。まず1つ目は水質。ね、これはね、pH であったりとか、まあ、CO2 添加量ですね。まあ、pH のところはですね、例えばですね、pH 硬化剤で一気に pH を落としちゃったとかね、まあそうするとね、バクテリアはついていけずに、まあ、かなりの数が死んじゃって油膜として現れるってこともあるので、まあそういった場合はですね、一気にね、落とさずにね、徐々にね、pH を、ダウンさせていくっていうところが必要になります。次に、まあ、あとは CO2 量ですね。まあこれはですね、常にね、CO2 っていうのを微調整する必要があって、まあ、なぜかというとですね、まあ、水草水槽の場合に、こう、水草がね、すごく繁茂してきたらね、皆さんトリミングされると思うんですけども、そうするとですね、一気に今まで光合成して酸素をたくさん出してるのが一気に止まっちゃうんですよね。まあ、その状態の中で CO2 量を今までと一緒の添加をしていると、一気にこう、CO2 過剰の方に行っちゃうんですよね。そうなると、まあ、魚とかね、エビには影響なくても、やっぱバクテリアってものすごく影響を受けちゃうので、まあ、酸素がね、減ってしまうと。まあそうなると油膜が一気に出ると、割とね、一番多いパターンかなと思うんですよね。トリミングの後に油膜が出るっていうのは。まあそういった理由で、まあトリミングですね。まあ徐々にこうね、一気に切らずに、部分的にトリミングされるとか、あるいはですね、一気に切っちゃった場合は CO2 量をちょっとね、絞って弱めるとかね。まあそういった感じで、水槽内に溶け込んでる酸素量を意識する。まあここはとても重要ですね。で、あと一番重要なのが、夜間ですね。まあ、例えば照明が消えて、CO2 も皆さんね、タイマーとかで設定されて自動的に止まると。まあ、そうなった時に、まあ、今までね、こう、盛んにね、こう、酸素を出してた水草が一気にこう、やめるんですよね、光合成を。そうすると、水槽の中が、これまた CO2 過剰になっちゃうんですよね。で、水草もね、夜はですね、光合成をやめると、酸素を、まあ、吸収、する、まあ、呼吸の方に変わるので、まあ、そうなるとですね、水槽環境の中がね、水槽のね、中がどうしてもこう酸欠気味になると。なので、ここで重要になるのが、夜間エアレーションですね。まあ、必ずここは必須と思っていただければと思います。で、夜間エアレーションするとね、まあ、水槽の中に取り込んでいた、ね、CO2 も追い出すこともできて、なおかつすでに張ってた油膜も、除去できて、さらにですね、まあ、溶存酸素量が上がって、まあ、バクテリアの死滅も極力防ぐことができると。まあ、こういった意味でですね、夜間エアレーションといったののところは、とても必要になってくるので、ぜひ、対策いただければと思います。まあ、このね、3つの中の1番、とても重要なんですけども、次に2番目。これは、水温。まあ、これはね、比較的、まあ、簡単に解決はしやすいんですけども、まあ、やっぱりその、春から秋に変わるときとかね、春から夏ですね、すいません。春から夏に変わるとき。あるいは夏から秋に変わるとき。まあ、こういった季節の変わり目ってとてもね、日中の寒暖差が大きいので、こういう時にですね、ちょっと早め早めにクーラーをつける。あるいはヒーターをつける。まあ、そうしていただかないと、朝晩の寒暖差のね、
温度変化を吸収できずに、バクテリアがですねちょっと死滅してあると、まあ、季節の変わり目に油膜が出るっていうのはね非常に多い、ケースになるので、ここはね注意いただければと思います。で次に3つ目、これは水の汚れですね。やっぱり魚をね一気にたくさん入れちゃった場合とかね、餌の量が過剰に多いとかね、まあ、こういった時にですねとても油膜が出やすくなるので、まあね水槽の中のバクテリアも分解できずにちょっと汚れがどんどんこう蓄積してしまうとか、まあ、そういった要因があるので、水の汚れといったところも、環境大きな環境変化を起こすので、まあ、この、3点ですね、こちらをまず水槽環境をチェックするっていったところからスタートします。で次にですねこの3点をクリアしましたと、じゃあ次にどうするかというと、これでもまだ解決できなかった場合ですね、まあ大体このね環境変化のところをねチェックいただければ大体解決できるんですけども、これでダメな場合ですね、次ろ材を疑ってほしいんですよね。ろ材をなんで疑うべきかというと、まあろ材もねヘドロとかね粉塵みたいなものがねろ材のまあ多孔質になってるんですけど、ろ材のまあ、表面っていうかねデコボコしてて、そこにねバクテリアが住み着くんですけども、そこをねヘドロがねこう覆っちゃうと、バクテリアがねうまくこう住み着けなくなって、ろ過効率が落ちるんですね。まあ、そうなるとやっぱりバクテリアがどんどんこう、減っちゃいますよね。ろ材の中に本来住み着くはずのろ材バクテリア量が減ってしまうと。まあ、そうなった場合ですねろ材の洗浄、まあ、必ずしていただきたいっていうのがあって、まあもちろんそのろ材の洗浄もね洗いすぎてもダメだし、ねほっときすぎてもダメだし、ちょっとねそこは加減難しいので、まあ今後のねまあ近々ちょっとねフィルターの方のろ材掃除の動画もアップするので、ちょっとそちら見ていただければと思うんですけども、まあそのろ材掃除ですね、ろ材掃除していただくとね、また表面のねヘドロみたいなのが取れて、まあバクテリアの数が定着するので、まあここでね回復するっていう形ですね。でここでまあさらに治らない油膜がまだ出たものとなると、次に疑っていただきたいのがろ材の、使用年数ですね。まあちょっとね各メーカーのろ材の、まあ、内容によってその短命のものもかなりね長寿命のものもあって、一概にちょっとどれぐらい持つかというのは難しいんですけども、ちょっとね結構もうかなり長くろ材使ってるなってね思っておられる方は、一度にろ材を入れ替える、まあ、これね非常に結構効果的ですね。一気に油膜が消えるっていう場合もあります。やっぱりろ材が古くなりすぎるとですね、どんだけ洗浄してもちょっと目詰まりっていったところまでは解消できないので、まあ、ちょっとねろ材のチェンジっていったところも重要かなと思います。まあ、これもねちょっとこの、まあ、フィルターろ材のところで一回ちょっと詳しく解説したいと思いますので、そちらの方を見ていただければと思います。でこれで、まだ解決できないというパターンですね。まあ一番こう皆さんがねこの迷宮入りしてしまうところなんですけども、何やってもダメだっていう時は、これはですね時間の経過ですね。やっぱりこのアクアリウムの趣味ってああやってもダメこうやってもダメって結構ねパニックになってしまうところあるんですけども、待つっていったところも重要なんですよね。その待つっていうのは別にその理論がないから待つっていうのではなくて、やっぱバクテリアの定着ってすぐにこうねバクテリアの増減もそうなんですけども、一気にすぐに一瞬でバクテリアが増えるっていったのではなくて、ゆっくりですねバクテリアっていうのは育っていく場合もあるので、もう何やってもダメな時は日々のね換水とかちゃんとしていただいて待つってことですね。動かない、まあこうしたことによって待つことによって、あれいつの間にか油膜が消えたっていうこともあり得るので、まあ、この辺りで、ね、ちょっととてもその加減が難しいんですけども、何やってもダメな時はちょっと時間のね経過を見ていただくってことが重要ですね。まあ、特に立ち上げ直後の方が結構このパターン多くて、立ち上げ直後ってものすごくこのバクテリアがね安定しないんですよね。やっぱりこうね全ての環境が整ってないので、こういった時にね油膜が出たからといって焦るのではなくて、まあ、立ち上げ直後の方はですね、まあ、しっかりねちょっと腰を据えて待つ時は待つと、まあ、こんな感じでねやっていただければほぼほぼ解決できるのではないかなと思います。まあ、こんな感じですね今回対策の流れの順序をね解説させてもらったんですけども、ちょっとお困りの方はねぜひ参考にしていただければと思います。で今回の動画ですね、またね、油膜シリーズ、これで3部作終了となるんですけども、まあ、参考になったという方がおられましたら、わさび水草チャンネル登録いただければとても嬉しいと思います。
で、あとですね、またいいねマークの方もね、応援がてら押していただければとても嬉しいです。では今回はですね、これで終わりたいと思います。ありがとうございました。